大変お待たせいたしました。議場にお集めの皆様、これより本礼の部座とともに子ども議員が議場に入場いたします。子ども議員が入場する際にはどうか盛大な拍手でお迎えください。出席子ども議員35名であります。これより子ども議会を開きます。日程に入ります。会期決定の件を議題といたします。お諮りいたします。子ども議会の会期は本日1日といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は本日1日と決しました。子ども議会の開催にあたり、県議会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。子ども議員の皆さん、改めましてこんにちは。議員バッジをつけて議員席に座った気持ちはいかがでしょうか。この本会議場は、広島県内23の選挙区から選挙によって選ばれた県議会議員64名が、広島県をより良くするために、県政に対する自らの意見を述べて、知事などと議論を行う場所です。皆さんはこれから行う質問に向けて、グループで話し合い、しっかり準備されたと思っていますので、本日は学習の成果を十分発揮されるよう願っております。また、保護者の皆様方におかれましては、ご対中のところお越しいただき、誠にありがとうございます。今回、子ども議会に参加された子どもさんは、これまでの事前学習も含めて、県議会や県の仕事に関心を持っていただけたのではないかと考えております。広島県議会では、広報誌、テレビの広報番組や、議会のホームページを通じまして、積極的に議会情報を提供しており、また、本会議や委員会の模様について、インターネットによるライブ中継や、録画の配信も行っておりますので、ご覧になっていただければと思います。子どもから大人まであらゆる世代の県民の皆様にとって、県議会がより身近な存在となりますよう、今後とも議会の広報に努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。終わりに、本日の子ども議会が実り大きいものとなりますことを記念いたしまして、簡単ではございますが、私の挨拶と
させていただきます。この場合、湯崎知事からご挨拶があります。湯崎知事。皆さんこんにちは。広島県知事の湯崎です。本日は子ども県議会、広島県子ども議会に県内各地から35名の子ども議員の皆さんご参加いただいてありがとうございます。また傍聴にお越しの保護者の皆様、子どもたちにこういった機会をお許しいただきまして本当にありがとうございます。またご対応のところ傍聴にお越しいただきましてありがとうございます。さて、皆さんが今座っておられる議場は、日頃県民の代表であります県議会議員の皆さんと、私たち県の執行部で広島に生まれ育ち住み働いてよかったと心から思える広島県を実現するために、さまざまな問題について議論をする大切な場所であります。この10月には広島県の10年後の目指す姿と取り組みの方向性を取りまとめた新たな総合計画であります安心誇り挑戦広島ビジョンについて議論して策定をいたしました。10年後も皆さんが広島に住み続けたい、あるいは進学や就職などで広島県を離れていてもやっぱり広島県に戻って働きたい、そういうふうに思ってもらえるような魅力あふれる県になるよう頑張っていきたいと考えています。今回の子ども議会に向けまして、子ども議員の皆さんも10年後の広島県がどうだったらいいのになというテーマで勉強して、さまざまなアイデアや意見を出し合って質問や提案をまとめていただいたと聞いております。広島県の未来を担う若い皆さんからの質問とご提案に私も精一杯答弁させていただきまして、これからの県政に生かしていきたいと考えておりますので、本日はどうぞよろしくお願いします。これより各グループによる質問に入ります。平和地域振興グループの子ども議員は登壇してください。平和地域振興グループの子ども議員を紹介いたします。平和地域振興グループの小松議員、はい、藤井議員、はい、磯本議員、はい、和田議員、宗岡議員、はい、星野議員、はい、以上6名の皆様です。それでは順次発言を許します。平和地域振興グループの質問を始めます。私たちのグループは被爆体験や平和学習、テレワークの推進について話し合いました。このことについて3つの質問をしたいと思います。1つ目の質問は被爆体験の継承についてです。広島の小中学校では毎年平和に関する学習が行われています。その一つとして
被爆者の方から被爆体験を聞く貴重な機会もあったと聞いていますが、語り部である被爆者の平均年齢は約83歳と過去最高となり、年々高齢化が進んでおり、今後どのように未来の子どもたちへ被爆体験を継承していくのかが課題となっています。被爆体験を継承するため、書籍やテレビ番組、被爆者が語る映像を残したアーカイブ、若者の語り部を育成するなど、さまざまな取り組みがされていますが、被爆者本人から生の話を聞くこと以上に、被爆の実相を知ることはできないと思います。そのため、被爆者がいなくなった後でも、被爆者の生の声を聞くことができるようにする取り組みが必要なのではないでしょうか。そこで提案です。被爆者の証言映像を記録しておき、記録した姿を立体映像として再現し、人工知能 AI の活用により質疑応答ができる取り組みをしてはどうでしょうか。利用者は被爆者の立体映像から証言を聞き、質問ができます。その質問に対し AI が回答することで、被爆者本人と対話をしているような感覚が持てると思います。長崎で被爆者がいない時代になっても、次世代が生の声に触れられるように試みられています。広島県においても、生の声を後世につなぐ取り組みとして行ってはどうでしょうか。今後、語り部となる被爆者の数が減り、被爆に関する記憶が薄れていく中で、AI などのデジタル技術を被爆体験の継承に活用した新しい伝え方を模索していく必要があると思います。2つ目の質問は、平和学習のあり方についてです。広島県の学校では授業の中で平和のことについて学んだり、8月6日に登校日を設けたり、世界で初めて原爆が落とされた県として積極的に平和学習が行われています。小学生から中学生にかけて行われる平和学習の中心は、原爆の被害についてです。広島県の多くの学校で行われている平和学習では、原爆投下による悲惨さや復興などの学習にかける時間に比べ、第二次世界大戦における外国から見た日本や諸外国の動きなどの学習にかける時間は少ないと思います。そのため、戦争と平和についてさまざまな見方があるにもかかわらず、一面的な見方しかできないのではないでしょうか。また平和学習の内容が毎年同じものであるため、私の学校では平和学習を作業的に行っている生徒が多いように感じます。そこで提案です。平和学習において原爆に関することだけを教えるのではなく、戦争と平和についての全般的な内容をバランスよく扱ってはどうでしょうか。これにより原爆の遅いさを知るだけでなく、戦争はなぜ起きたのかというような本質的なことを考えることができ、これからの平和を考えていく上で必要なことだと思います。また多面的に幅広い学習を行うために、学年によってテーマを設けることで毎年異なる学習をできるようにしてはどうでしょうか。広島県では平和学習を小学生から中学生という長い時間かけて行うので、学年が進むたびに知識を深めていけるような授業を行えば、戦争と平和を多面的に見ることができ、平和の大切さについて深く考えられるようになるのではないかと思います。
3つ目の質問は、テレワークの推進による地域振興についてです。現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人との接触を減らすテレワークという働き方が広がっています。パーソル総合研究所の調査によると、東京都におけるテレワーク実施率は、新型コロナの緊急事態宣言の前後で 23.1% から 49.1% と2倍以上になっています。一方、広島県では緊急事態宣言の後でもテレワーク実施率が 8.2% とテレワークが進んでいません。テレワークが進まない原因の一つとしては、パソコンや回線などインターネット環境の整備が整っていないことや、ハンコや書面でのやり取りなど書類のデジタル化が進んでいないことが挙げられます。そこで提案です。テレワークを活用しようとする企業に対して、インターネット環境の整備に対する支援金を出してはどうでしょうか。支援金を出す条件として、紙書類のデジタル化も企業に求めます。データ化した書類をパソコンで確認できるようになれば、テレワークを導入しやすくなると思います。また、会社に行かなくても仕事ができるようになれば、居住地の制約がなくなりますので、テレワークの推進と合わせて、都会から地方、都市部から郊外に移住する動きを後押ししてはどうでしょう。コロナショックで東京などの大都会から広島県に移住したい人や、広島県内でも都市部に住む人が過疎地域に移住したり、セカンドハウスを持つ場合に、県は不動産所得税を、市長は固定資産税をタダにして、移住しやすくしてあげれば、過密や過疎の問題を少しでも解消できるのではないかと思います。以上で平和地域振興グループの質問を終わります。例。当局の答弁を求めます。知事、湯崎英彦君。被爆体験の継承についてお答えいたします。被爆から75年が経過し、被爆者の高齢化が進み、被爆体験についても語る方が少なくなる中、被爆体験の継承が難しくなっています。こうした中、次の若い世代に被爆の実相を知っていただき、廃絶への思いを深めてもらうためには、被爆の体験を効果的に継承していくことが重要であると考えています。このため、広島市では、被爆体験証言者の被爆体験や、平和への思いを受け継ぎ、それを伝える被爆体験伝承者の養成を進め、すでに150名の方が活動されています。また、国立広島原爆死没者追悼平和記念館をはじめ、テレビ局や新聞社においては、被爆証言の映像配信などを行っており、広島県のウェブサイトでは、これらの情報を一元的にまとめ、紹介しているところです。こうした取り組みに加えて、被爆者の体験をできるだけそのままの形で継承することが、被爆者の思いを次世代へ伝えていくために有効であると考えており、立体映像や人工知能などの新しい技術を取り入れることで、将来にわたって被爆者の声が広く効果的に継承されるよう、国や広島市と協力して取り組んでまいります。なお、広島県では若い方をはじめとした人工知能を活用できる人材の育成にも取り組んでいますので、ぜひ皆さんにも興味を持っていただきたいと考えています。広島県では今後とも核兵器のない平和な国際社会の実現のため、世界中の多くの方々に被爆の実相を伝え、平和の大切さについて考えていただく取り組みを進めてまいります。若い皆さんには、ぜひ核兵器のない平和な国際社会の実現のため、平和について学んだことを生かし、将来、国内外の
さまざまな分野で活動していただきたいと考えています。皆さんの活躍を強く願っております。教育長平川理恵君。一番手の質問は緊張しますよね。頑張って質問いただいてありがとうございました。私も精一杯お答えしたいと思います。平和学習のあり方についてです。児童生徒の皆さんだけでなく大人にとっても平和について深く考えていくことはとても大切であると考えています。特に広島県は最初の被爆地でもあり、平和を発信する拠点として世界からも期待されています。ご提案いただいたように平和を学ぶ際には一面的な見方や考え方をするのではなく、さまざまな立場から広い視野で多面的に考えることが大切だと思います。皆さんが平和学習の内容が毎年同じだと感じているのなら、内容について考えていく必要があると思います。児童生徒の皆さんは平和とは何だと思いますか？今平和と言えるでしょうか？コロナ禍で大変な中、もしかしたら平和と言えないかもしれないと感じる人もいるでしょうし、世界に目を向けると今も紛争が起こっているのが現状だと思います。そこで県教育委員会では昨年度、県内の中学生や高校生を対象に、ワールドピースゲームという、参加者が仮想国家や国際機関のリーダーになりきり、仲間と助け合いながら、他のチームと意見や価値観の相違を恐れずに対話することで、戦争という手段を取ることなく、実社会でも起こっている問題を対話により解決していくという体験型プログラムを実施しました。また原爆投下により今後75年は草木も生えないと言われた中で、現在の広島があるのは広島の人々の責任感、公共心、そして復興にかける強い思いがあったからこそだと思います。このことは日本だけではなく世界各地で起こっている災害等の復興に大変参考になると思います。広島県教育委員会では郷土広島の歴史等に対する理解を深め、これらを愛し尊重する心を持ってもらいたいとの思いから、平成26年3月に、郷土広島の歴史という資料を作成し、県内のすべての中学校に配布しています。この資料には、広島の町の原爆からの復興の歩み等も詳しく書かれており、社会科の授業だけでなく、平和学習の中でも活用されています。こうした復興という観点での平和学習は、今の児童生徒の皆さんにとっても自分事として捉えられるのではないでしょうか。今後も各学校で学ぶ児童生徒の皆さんが、国際協調と国際平和の実現に積極的に貢献できる人になれるよう、学校と一緒になって、平和教育の一層の充実に取り組んでいきたいと思います。地域政策局長岡田義和君。テレワークの推進による地域振興についてお答えします。複数部局にまたがるお尋ねでございますが、代表して私からお答えいたします。テレワークは時間や場所を有効に活用してライフスタイルに応じた柔軟な働き方ができる手法の一つであり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る上でも有効なことから、
これを広めていくことはとても大事なことだと考えます。テレワークの実施状況の調査については、働く人を対象にしたものや企業を対象にしたものなど様々ありますが、ご質問で示されたデータとは別の民間調査会社が県内企業を対象に行った調査によりますと、緊急事態宣言下の5月には 44.8% の企業がテレワークを実施したとのことであります。なお同じ5月において県庁では 55% の職員がテレワークを実施しました。その後緊急事態宣言が解除され、経済活動が回復することに伴い、5月には4割を超えていたテレワーク実施率が7月には約2割に低下しており、今後のテレワークの普及定着のためには企業の理解や環境整備をより一層促し支援していくことが必要であると考えております。ご提案いただきました支援制度につきましては、国においてテレワーク用の通信機器やソフトウェアの導入などへの助成制度を設けており、県は国と連携してその活用を進めているところです。またテレワーク導入にあたっては、費用の問題以外にも社内にさまざまな仕事がある中で、テレワークをどのように活用したら効果的か、テレワークの導入をどのように進めたらよいかわからないといった課題があると考えています。このため県では専門家によるセミナーを開催し、個別相談を行うなど、企業の課題に応じた具体的な導入方法について支援してまいりました。今後はさまざまな業種においてテレワークを導入して効果があった良い事例や具体的な導入方法などについて広く知っていただき、テレワークについて理解を深めていただくとともに、国の支援事業の活用を進めていくことで、テレワークを効果的に利用する企業を増やしていきたいと考えています。次に広島県への移住をさらに増やしていく取り組みについてです。全国の移住相談窓口が集まるふるさと回帰支援センターの調査によると、移住に関する優先順位としては、就労の場があること、自然環境が良いこと、交通の便が良いことなどの希望があることから、広島県の魅力を十分に理解していただくことが重要であると考えております。さらに県の東京移住相談窓口のアンケート調査によりますと、移住に際して優先する事項について、希望に合った仕事と回答される方が9割を超えており、仕事とのマッチングが移住の決断の重要な要素になっていることから、県では移住希望者のニーズに合う求人を経済団体と連携した独自の仕組みで掘り起こし、東京移住相談窓口で紹介しています。また移住者に対する税の優遇措置も支援策の一つの手段であると考えますが、不動産取得税や固定資産税などの地方税は、県や市町が教育や医療など住民生活にとって必要な施策を行うための重要な財源となっていることから、その負担軽減にあたっては財政への影響や税の公平性などの観点に留意して検討する必要があります。県といたしましては、今後とも移住先として広島県を選んでいただけるよう、各地域の魅力を生かしたテレワーク体験に全国から人を呼び込む事業や、ウェブ上の AI 移住相談システムで仕事や地域を紹介する事業なども行い、県内各地域の振興に取り組んでまいります。続いて質問を行います。学校教育グループの子ども議員は登壇してください。学校教育グループの子ども議員を紹介いたします。学校教育グループの川口議員。藤原議員。
前田議員、はい、高砂議員、はい、荻村議員、はい、山田議員、はい、以上6名の皆様です。それでは順次発言を許します。学校教育グループの質問を始めます。私たちのグループは学校生活や通学先などについて話し合いました。このことについて2つの質問をしたいと思います。1つ目の質問はストレスのない学校づくりについてです。学校は仲間とともにいろいろな勉強や体験を重ねることのできる場所です。一方で集団で生活する場でもあるためストレスを感じることもあります。今日はいじめへの対応、制服の選択、トイレの改善の3点について提案します。まずはいじめへの対応についてです。いじめは良くないことです。しかし平成30年度の調査によると小学校で5127件、中学校で1875件起きています。私たちの周りでも先生がいないときにいじめや喧嘩が起こります。いじめられている人を見たらその場で注意したり先生に言ったりできればいいのですが、とても勇気のいることです。またこうした状況があるだけで暗い気持ちになります。そこで提案です。常にクラスに一人大人がいるようにしてはどうでしょうか。先生は忙しく休憩時間に教室にいることはできません。そこで地域の方や大学生などのボランティアの方に教室で見守っていただけるようにすることはできないでしょうか。今私の学校にはふれあい広場推進員が学校全体で3人おられますが十分ではありません。次に制服の選択についてです。私の通う学校では制服は男女それぞれ決められた同じ制服を着ることになっており、男子がスラックス、女子がスカートとなっています。しかしどうして性別によって制服が違うのでしょうか。スカートは自転車に乗りにくかったり、パンツスタイルが好きという人もいます。また性的マイノリティの人、寒いのが苦手という人もいます。また全国では例えば東京都世田谷区が昨年度から全区立中学で性別を問わず制服が選べるようになるなど、制服がジェンダーフリーになる動きが広がっています。そこで提案です。児童生徒一人一人が気持ちに合った制服のスタイルを自由に選べるようにしてはどうでしょうか。いろいろな人が制服に悩まず楽しく学校を過ごせるようになると思います。3つ目に学校のトイレの改善についての提案です。児童生徒は学校に長い時間いるので必ずトイレを使いますが、学校のトイレは使う人が多いためいつもきれいに保たれているとは言えない状況です。中には便座が汚いのが嫌でトイレを我慢してしまう児童生徒もいます。こうした中、子どもたちが少しでも快適にトイレが使えるよう標識化のみならず床をタイルから塩ビシートに変えたり、清掃しやすくしたり、温水暖房便座に取り替える公立学校もあります。もし災害があって学校が避難所になれば、小さな子どもからお年寄りまでトイレを使うことなのでバリアフリーも大切です。そこで提案です。学校のトイレが常に清潔に保たれ機能も充実されるように取り組み進めてはどうでしょうか。
みんなが気持ちよくしているトイレを繋いでほしいと思います。2つ目の質問は、通学先と通学方法の選択についてです。まずは、通学先の選択についてです。公立の小学校、中学校の場合、通学する学校は住んでいる家の住所で、隣接学区であったりと一定の決まりがあります。そして、引っ越しなどで決まりに当てはまらない場合は、本人は同じ学校に通いたくても、元いた地域がさほど遠くない場合でも転校が求められる場合があります。そこで提案です。学校に行ける範囲を広げたり、行きたい学校を自由に選択できるようにしてはどうでしょうか。私の場合も小学校4年生の時に隣町に引っ越したため転校を求められましたが、仲のいい友達と離れたくなかったので、家族が時間をかけて手続きを行い、自分の願い通り元の学校に通えるようになりました。少し遠くなりましたが、コミュニティバスを使っているので通学にかかる時間はあまり変わりません。また交通費は自分たちで負担しています。児童生徒の思いが尊重されるような学校選択の仕組みになるといいと思います。さらに通学費用の助成など、思いを後押ししてくれるような仕組みがあればもっといいのにと思っています。次に通学方法の選択についてです。私たち小学校では、家が学校から遠い人も思いランドセルを背負ってみんな歩いて通っています。そこで提案です。小学校への通学手段を選べるようにする、特に自転車が使えるようにしたらどうでしょうか。そのために自転車保険の加入やヘルメットの着用を義務付けます。また交通教室の回数も年に1回から2回に増やし、小学校の頃から交通ルールを学ぶ機会を増やすといった交通安全対策も併せて行います。一律に禁止するのではなく、一人一人の状況に応じて交通手段が選べるようにしてもらいたいと思います。以上で学校教育グループの質問を終わります。レイ。当局の答弁を求めます。教育長平川理恵君。2点のご質問についてお答えいたします。最初にストレスのない学校づくりについてお答えいたします。まずいじめへの対応についてです。いじめは人間として絶対に許されない行為です。ご提案の中にもありましたが、いじめの場面を見たときに注意することはとても勇気がいることだと思います。でも常にクラスに1人大人がいることで、本当にいじめ問題は解決するのでしょうか。オランダではピースフルスクールといって、喧嘩などの揉め事や対立を児童生徒自身が解決する仲裁役を置いて解決しています。例えば飛んできたボールが当たってしまい、ボールの泥が洋服についてしまったことに憤慨した事例です。
ボールを投げてしまった A さんと当たった B さんが喧嘩になったとします。 A さんはわざとやったんじゃないと言い張り、 B さんはワンワン泣きわめいてしまっています。そこに小学校高学年の児童を中心に仲裁役の役割を担う直旗を着た人たちが来て、今何が起こったんですかと2人に聞きます。泣きわめいている B さんに、あなたは今冷静ではありませんね、感情が高ぶっているときはいい話し合いはできません、今すぐ泣き止んで話し合いを始めるか、時間を置いてからにするか、どちらにしますかと聞きます。 B さんは泣き止んで話し合いを始めることに納得。そこで仲裁役が2人に何が起こったか事実を確認し、 B さんにどうすれば気が済みますかと聞きます。泥は洗濯をしたら取れるので謝ってくれさえすればいいわと答えます。 A さんは B さんにごめんなさいと言い、2人は握手をしてその場は終わりです。このように子どもたち自身が自分たちの問題解決を始めた姿を見て、大人たちもなかなか話し合いに二の足を踏んでいたものを始めたり、コミュニケーションを取り始めると聞きました。いじめをはじめさまざまな対立は大人たち自身も成熟しないといけないのかもしれません。大人も子どもも心を開いて話し合いによって皆が納得できる着地点を見出せる、そんな社会になればいいなと思います。学校はある種社会の縮図なので、皆さんの学校でも皆さんの力を結集していじめのない学級や学校になるよう取り組んでみてください。次に制服の選択についてです。制服は学校の種類や地域の状況、校風などを踏まえ、必要に応じて児童生徒が話し合う機会を設けたり、保護者の意見を伺ったりしながら各学校において定められています。ご指摘のあったように、東京都世田谷区の学校などは動きやすさや好みを配慮し、女子がスラックスで登校できるようにしています。県内の学校でも制服を新しくする際に生徒会が主体となり、全校生徒にアンケートを実施し、防寒性の高い生地を選択したり、スラックスやネクタイ着用を選択できるデザインを取り入れた学校もあります。また、そもそも制服のない学校もありますし、コロナの影響で、あらゆる制服を生徒たちが検討している学校もあります。今回の提案のように、児童生徒の皆さんが学校の中でおかしいな、不思議だなと感じたときは、それを声に出してみたり、友達や先生と話し合ったりすることがとても大切なことだと思います。最後に、トイレの改善についてです。ご提案のようにトイレは快適で誰もが利用しやすい環境を確保することがとても大切です。ですが一方でとてもお金がかかるものです。例えば和式から洋式にして床を塩ビシートにして温水暖房便座に変えた場合、3人が入れるトイレの大きさで1箇所でおおよそ400万円もかかります。現在視聴率の小中学校などのトイレの整備については3分の1は国から交付金が出て、あとの3分の2は市長の役所で負担をするという仕組みで、順番に改善が図られています。トイレも全部の学校でというと、たくさんありますので、いっぺんにとはいかない状況もあるかもしれません。しかし、皆さんのように、自分の意見をしっかり伝えていくことはとても大切なことですので、これからも続けていってほしいと思います。次に、通学先と通学方法の選択についてです。まず、基本的なところから説明します。学校は児童・生徒の皆さんが自宅を出て学校に来て、そして学校で過ごし、また学校から自宅に戻るまでの安全面を守らなければなりません。通学中、もしも交通事故に遭ってしまったら、大変なことです。私自身、幼稚園の時に目の前で自転車に乗った友達が自動車とぶつかって亡くなってしまいました。とてもショックで、今でもその光景は覚えています。そうならないように、
公立小中学校の通学区域については道路や河川などの地理的状況や地域の歴史などを踏まえて市長教育委員会で設定されています。みんなが好きな学校を選んでその通学費も支援していくことになると費用もかかりますし、第一、今年は一体何クラスになるのか、クラスの数によって先生の数が決まったりもするのでさまざまな計画も立てにくくなってしまいます。残念ながらご希望には添えないと思います。ごめんなさい。また転校により仲の良い友達と離れたくないという気持ちはよく理解できます。しかし考え方を変えてみると、転校した学校で新しい友達を作ったり引っ越した先の地域の素晴らしさを学べたりすることはとても大切なことだと思いますので、新しい環境で積極的に自分の良さを発揮してみてはどうでしょうか。続いて質問を行います。交通まちづくりグループの子ども議員は登壇してください。交通まちづくりグループの子ども議員を紹介いたします。交通まちづくりグループの小田春道議員。はい、塩田議員。はい、野間議員。小星議員。はい、中山議員。はい、土肥議員。はい、以上6名の皆様です。それでは順次発言を許します。交通まちづくりグループの質問を始めます。私たちのグループは歩行者の安全や交通渋滞について話し合いました。このことについて2つの質問をしたいと思います。1つ目の質問は歩行者に優しいまちづくりについてです。広島県では令和元年に6257件の交通事故が発生し、うち745件が歩行者に関する事故でした。中学生以下の登下校中の事故も29件発生しています。また交通事故で亡くなった方75人のうち35人は歩行中の事故であり、全体に占める割合が過去10年で最も高くなるなど、歩行者に優しい街づくりが一層求められています。事故が起こる原因の一つとして車道や自転車道と歩道の区別がはっきりしてないことが挙げられます。私たちを含め登下校中にヒヤッとする経験をした人も多いと思います。そこで一つ目の提案です。歩行者自転車の専用レーンを増やすとともに歩道を広くする取り組みを進めたらどうでしょうか。特に子どもが使う通学路のほか、交通量が多い道、道がカーブしていて危険な箇所などに整備していくことで交通事故を減少させることができると思います。
また昨年他県ではガードレールがあれば防げたと思われる交通死亡事故も発生しています。そこで2つ目の提案です。歩行者の安全を守るためガードレールを増やす取り組みを進めてはどうでしょうか。ガードレールがあれば危険運転の車から歩行者を守れる可能性が高まるとともに、数人一緒に通学している児童生徒が無意識に歩道から車道にはみ出してしまうことを予防する効果も期待できると考えられるからです。さらに交通事故が起こる原因として自動車や自転車の運転者、歩行者が交通ルールやマナーを守っていないことも挙げられます。一人一人が自覚を持つことは大切ですが、道路の舗装を工夫することで自然に交通ルールやマナーを守る街づくりが進むと考えます。そこで3つ目の提案です。歩道や自転車道にカラーで色分けされた舗装がもっと広まるように取り組んではどうでしょうか。色で分けてあれば運転する人は自然と歩行者を意識してスピードを落としたり、周囲に気を配るなどの安全運転をするようになり、高齢者や小さい子どもにとっても守るべき交通ルールが分かりやすくなると思います。こうした取り組みによって前よりもみんなが安心して歩ける街になったらいいなと思います。2つ目の質問は、交通渋滞のない街づくりについてです。広島県のホームページによると、現在、主要渋滞箇所として89箇所が選定されており、継続的に対策が行われているとのことですが、この他の身近な道路でも交通渋滞は発生しています。交通渋滞は物流が停滞して、経済活動を阻害するほか、バスが時刻表通りに運行されず、通学や通勤に支障が出たり、緊急車両が円滑に通行できない原因になったりします。また自動車から排出される二酸化炭素などが周辺の生活環境を悪化させ、交通事故の原因にもなるなど様々な課題があります。そこで一つ目の提案です。新しく道路を作ったり幅を広くする大工事は難しいと思いますが、少しでも交通の流れを良くする取り組みとして右折左折のレーンを増やしたり、信号機を改良して信号と信号のつなぎを良くしてみてはどうでしょうか。また2つ目の提案として、交通量自体を減少させるため、自転車道の整備に積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。自転車で走行しやすいように、道路脇の溝に蓋をしたり、乗っていて楽しくなるような緑あふれる道にしたり、駐輪場の整備を進めるなどです。自転車に乗る人が増えることは、交通渋滞を防ぐだけでなく、CO2 排出量の削減にもつながるほか、自転車を漕いで運動することで、健康づくりにもなります。また、公共交通機関を利用するよりも、ソーシャルディスタンスも取りやすく、感染症の防止にもなります。こうした取り組みによって、みんながストレスなく、笑顔で過ごせる広島県になればいいと思います。以上で、交通まちづくりグループの質問を終わります。礼。当局の答弁を求めます。土木建築局長斉藤博之君。
まず歩行者に優しい街づくりについてお答えいたします。本県では子どもたちをはじめとする誰もが安全安心に生活できるよう通学路の歩道整備など安全で円滑な交通環境の整備を推進しているところでございます。まず一つ目にご提案いただいた歩行者自転車の専用レーンの整備や歩道を広くする取り組みおよび三つ目にご提案いただいた歩道や自転車道のカラー舗装について合わせてお答えいたします。自転車につきましては原則車道を通行することになっておりますが車道と自転車、歩行者が通行するエリアを分けることは交通事故を減少させる有効な取り組みであり現在主に3つの方法で行っております。1つ目の方法はこちらのパネル1のように自転車が歩道を走行できる幅の広い自転車歩行者道を整備するものです。自転車と歩行者が接触する事故を避けるために自転車のマークやカラー舗装などにより自転車が通行するエリアと歩行者が通行するエリアを分けております。2つ目の方法はこちらのパネル2のように車道の端に自転車が通行する自転車通行帯を整備するものです。自転車の通行するエリアを分かりやすくするため車道に矢印やカラー舗装を行い自転車が安全に通行できるようにしております。3つ目の方法はこちらのパネル3のように専用の自転車道の整備により車道、歩道と自転車が通行するエリアを分けるものです。自動車、自転車、歩行者それぞれが別のエリアを通行するためお互いが接触する事故の危険性を減少させる最も効果的な方法ですが道路幅が多く必要となることから整備に費用がかかるなどの課題があります。現在国においても自転車通行空間の整備が推進されておりさらに今後新型コロナウイルス感染症対策により自転車の利用者が増えることが予想されることから現地の状況に応じてこれら3つの方法を適切に使い分け安全に通行できる歩道や自転車通行レーンの整備に取り組んでまいります。次に2つ目のご提案であるガードレールを増やす取り組みについては歩行者の安全性が向上するとともに自動車等が道路の外へ飛び出すことを防ぐ効果などが期待できます。通常ガードレールは防護柵の設置基準に基づき車が道路外へ転落することによる乗員の被害の防止や車が道路外へ逸脱することによる歩行者等の第三者への人的・物的被害の防止などを目的に設置しております。一方近年歩道を歩いている子どもたちが事故に遭うことが多発していることから市・町が策定する通学路安全プログラムに基づき学校や地域住民の方々警察と合同で通学路などを点検し車と歩行者が接触する危険性が高い箇所にガードレールを設置しているところです。自動車、自転車、歩行者それぞれが通行するエリアを分かりやすくしたりガードレールを設置する取り組みによりこれからも誰もが安心して通行できる街づくりの実現に向けて取り組んでまいります。次に交通渋滞のない街づくりについてお答えいたします。複数部局に関わる質問でございますが私の方で合わせてお答えいたします。本県では道路や交通を管理している国土交通省や警察などともに交通の流れを良くするためのさまざまな対策に取り組んでいるところでございます。具体的な対策といたしましては通行できる交通量を大きく増やすことのできる新しい道路を整備するだけでなく渋滞の激しい交差点において右左折レーンを増やすことや長さを伸ばすことなど少ない費用で効果のある取り組みも進めているところです。また広島市や福山市など県内の5エリアについてはコンピューターによって交通量に応じて最適となるよう信号機の青色時間を調整したり隣同士の信号機の連携を図るほか交差点でスムーズに右左折できるよう矢印の信号機を設置するなどの改良を行っております。こうした取り組みに加えて
交通量自体を減少させるためにノーマイカー運動や自動車からバスや電車に乗り換えて移動するパーク&ライドの推進等に取り組んでおります。このうちパーク&ライドの推進につきましては、広島都市圏の自動車通勤をされる方を対象に、広島市と周辺の8市町において駅やバス停の近くにある駐車場の情報をホームページ上で掲載することや、宮島へ自家用車で観光される方を対象にパーク&ライド利用が可能な大型商業施設等の駐車場の情報をホームページや高速道路のサービスエリア等で紹介するなど、地域や企業と連携した取り組みを行っております。パーク&ライドの利用にあたっては、乗り継ぎの手間やバス、電車の運賃、駐車料金がかかり利用者の負担が増えるなどの課題もありますが、自動車利用を控えることによる渋滞の緩和や環境負荷の低減などの効果があることから、こうした効果の周知など市町と連携しながら取り組みを進めてまいります。次に2つ目にご提案いただいた自転車道の整備についてお答えいたします。自動車の交通量を減らす方法の一つとして、自転車の活用を推進することは有効であると考えております。最近では新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、自転車通勤の推奨や自転車を用いた飲食宅配サービスの増加など、自転車利用のニーズが高まっているところでございます。こうした状況の中、自転車の活用推進にあたっては、安全で快適便利に利用できる環境整備が必要であることから、車道の端に自転車通行帯を整備したり、道路に矢印と自転車のマークをつけるなど、自転車の走る場所を分かりやすくする取り組みや、駅や人の多く集まる施設の周辺に駐輪場を整備するなど、自転車が利用しやすい環境づくりを進めています。ご提案いただいた内容も参考にして、引き続き交通渋滞のない街づくりに取り組んでまいります。この際、暫時休憩いたします。休憩後の会議は午後2時20分から開きます。休憩前に引き続き会議を開きます。引き続いて質問を行います。防災環境自然グループの子ども議員は登壇してください。防災環境自然グループの子ども議員を紹介いたします。防災環境自然グループの吉本議員、はい、木村議員、はい、大谷議員、はい、岡本議員、はい、大越議員、はい、徳永議員、以上6名の皆さんです。それでは順次発言を許します。防災環境自然グループの発表を始めます。私たちのグループは避難所での生活や再生可能エネルギーの普及について話し合いました。このことについて2つの質問をしたいと思います。1つ目の質問は避難所の改善についてです。平成30年7月の豪雨災害における住民の避難行動において、広島市が被災地域等を対象に調査したところによると、 73% の人が避難しなかったと回答しています。避難しなかった理由は、
被害に遭うとは思わなかったから、避難する方がかえって危険だと思ったから、などのほか、避難所での滞在が難しい、ペットと一緒に避難できるのかが心配、といった理由が挙げられています。さらに、現在では避難所での新型コロナウイルスに感染する恐れもあります。このような状況では、今後も災害の危険があるのに避難をためらったり、避難しなかった被災者を救助に行く方が災害に巻き込まれる恐れがあります。そこで一つ目の提案です。避難所が子ども連れ、高齢者や障害者でも過ごしやすい設備が整っているか、ペットを連れて避難ができるかどうかなどの情報を見やすく記載したハザードマップの作成やホームページへの掲載を行ってはどうでしょうか。気になる情報を一目で確認できれば、避難先の検討もしやすいと思います。合わせて使いやすいトイレなどバリアフリーの設備のほか、プライバシーの確保など避難所の環境改善も必要だと思います。最近は段ボールによる仕切りや簡易ベッドの導入も進んでいますが、隣の音が聞こえたり仕切りの上から中が見えるなど十分なプライバシーの確保はできていません。また新型コロナウイルス感染防止の点でも、避難所には人が集まる上、換気設備も十分とは限らないため、3密を回避できていないのではないかと思います。そこで2つ目の提案です。体育館など仕切りのない避難所の中に設置するテントの導入を検討してみてはどうでしょうか。防音シートを使って遮音性の高いものを作り、家族用や単身者用で大きさの違うものを用意します。例えばイタリアの避難所ではテントで家族ごとに避難生活をするのが一般的だそうです。プライバシーの確保や新型コロナウイルス感染防止を図ることができ、ペットと一緒に避難することもできると思います。避難所の環境が改善され、もっと避難しやすくなれば、災害に遭う人は減らせますし、避難生活のストレスを軽くして、少しでも落ち着いて過ごせるようになると思います。2つ目の質問は、再生可能エネルギーの普及についてです。以前よりも夏の暑さがひどくなったり、集中豪雨が長く続き、災害が増えるなど、地球温暖化の気象への影響が指摘されています。地球温暖化を防ぐには、二酸化炭素の排出量を減らすことが必要ですが、日本では、二酸化炭素を排出する火力発電の割合が大きく、電力に占める再生可能エネルギーの電力割合が 16% しかありません。今後、さらに再生可能エネルギーの割合を高める取り組みが必要です。再生可能エネルギーを増やすには、使う側も再生可能エネルギーを積極的に選択し、利用することが必要です。そこで一つ目の提案です。現在は電力の購入先を選べますので、広島県の庁舎や公共の施設で使用する電力は、
再生可能エネルギーで発電を行う事業者から購入してはどうでしょうか。再生可能エネルギーによる電力購入を県が率先して進めることで、もっと多くの事業者が再生可能エネルギーによる発電に参入して、発電量が増え、価格が下がれば、再生可能エネルギーの利用が増えることが期待できます。加えて各家庭での取り組みも重要です。広島県でも家庭での省エネ活動の推進を図っていますが、一般家庭にも再生可能エネルギーで発電した電力の利用を広げていくことができれば、さらに取り組みが進むと思います。そこで2つ目の提案です。東京都や神奈川県などではみんなで一緒に自然の電気キャンペーンを実施しています。これは再生可能エネルギーによる電力の購入希望者を募り、みんなの需要をまとめることで価格を抑え、再生可能エネルギーによる電力の購入を促す国内初のモデル事業です。広島県でもこのような取り組みを検討してみてはどうでしょうか。一般家庭でも再生可能エネルギーによる電力が利用しやすくなれば、自然と利用量も増え、二酸化炭素の削減にもつながると思います。以上で防災環境自然グループの質問を終わります。礼。当局の答弁を求めます。知事、湯崎秀彦君。まず一つ目の提案である避難所の情報を見やすく記載したハザードマップの作成やホームページへの掲載についてお答えします。平成30年7月の豪雨災害では、各地で大きな被害が発生し、149名の方がお亡くなりになり、いまだ5名の方の行方が分からなくなったままです。県では、この経験を踏まえて、県民の皆さんに災害が起こる前に、早めに安心して避難いただくためには、どのような取り組みが必要なのか、専門家の方々に調査・研究を行っていただきました。この調査研究から、避難所が快適であることに加え、避難所の設備環境や収容人数などの情報を知らせることが、避難行動につながるということが分かったところであり、これからは避難所の情報を積極的に発信していく必要があると考えています。このため、県では市長と連携して、各避難所の授乳室や障害者用トイレなどの設備環境、ペットの受け入れが可能かどうかなどを調査・集計して、県内全市町の状況を今年度中に県のホームページに掲載し、避難先の情報を事前に確認できるようにする予定です。また、避難所が開設されたときには、混雑状況をスマートフォンやパソコンの地図上にリアルタイムに発信する仕組みを来年の梅雨時期までに構築できるよう検討を進めているところです。次に、2つ目の提案である体育館などの仕切りのない避難所の中に設置するテントの導入についてお答えします。避難所の運営主体であります市長では、ご提案にあるようなテントの活用や、段ボールを使った間仕切りなどによる感染防止に配慮した生活スペースの確保、避難所の暑さ対策としてのエアコンの設置やトイレの洋式化といったバリアフリー化の推進など、設備環境の改善とともに、ペットと一緒の避難など、
安心して利用できる環境づくりに取り組まれているところです。県としましては、新型コロナウイルス感染症の発生を受け、避難所における感染防止対策に必要なテント約1200張や、段ボールベッド約1500個などの物資、資機材を緊急的に購入し、県内全市町に配布してきました。今後も専門家の意見をお伺いしながら、市町と連携して、段ボール間仕切りやテントの活用などにより、プライバシーにも配慮した避難所の生活環境の改善に取り組んでいきます。最後に、県では災害から自分や家族の命を守るため、自らの防災行動計画として、広島マイタイムラインを今年7月に県内すべての小学校に配布し、授業や宿題などで作成していただくよう取り組みを進めているところです。すでに作成いただいた議員もおられると思いますが、改めまして、広島マイタイムラインをご家族と一緒にしっかり話し合いながら作成することで、いざという時の早めの避難行動につなげていただくようお願いいたします。環境県民局長、新竹一子君。再生可能エネルギーの普及についてお答えいたします。地球温暖化を防ぐためには、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出を減らしていくことが必要であり、太陽光発電や水力発電などの再生可能エネルギーの割合を高めていくことが大切であると考えています。広島県では、電力会社と協力して、県内6地区に大規模な太陽光発電施設を整備するとともに、県の施設である西部子ども家庭センターと東部運転免許センターにおいて、太陽光発電設備を設置するなど、再生可能エネルギーの導入に取り組んでいます。これらの施設を合計すると、約3000世帯分の家庭の使用量に相当する電力を発電しています。はじめに、1つ目の提案である再生可能エネルギーによる電力の購入についてお答えします。県が率先して購入することは、再生可能エネルギーの利用を増加させることにつながる有効な取り組みの一つであると考えます。一方で、県の建物などで使用する電力の購入は、県民の皆様からの税金で賄われていますので、販売事業者を広く募集して、一番低い価格を示した事業者と契約する入札という方法で決めることが原則とされています。この原則を守りながら、環境に配慮している事業者から電力を購入するなど、再生可能エネルギーの導入促進に取り組んでいきます。次に、二つ目の提案である、みんなで一緒に自然の電気キャンペーンについてお答えします。この事業は、価格や手続きなどの問題で、再生可能エネルギーへの切り替えをためらっている人や、関心が低い人など、幅広い方に再生可能エネルギーを利用してもらえる取り組みと考えます。こうした事業を成功させるためには、県内で再生可能エネルギーの利用希望者をより多く集め、価格を引き下げること、利用希望者を取りまとめて、電力販売会社と専門的な交渉を行う民間事業者を見つけることなどが大切と考えており、今後、実現に向けて調査を進めていきます。
引き続いて質問を行います。福祉防犯グループの子ども議員は登壇してください。福祉防犯グループの子ども議員を紹介いたします。福祉防犯グループの新田誠議員、はい、小田隆弘議員、はい、瀬川議員、はい、竹内議員、貫里議員、はい、以上5名の皆さんです。それでは順次発言を許します。福祉防犯グループの質問を始めます。私たちのグループは犯罪のない街づくりや子どもへの虐待、施設に入所した高齢者への対応について話し合いました。このことについて3つの質問をしたいと思います。1つ目の質問は犯罪のない街づくりについてです。広島県内の令和元年の刑法犯の認知件数は 14,160 件、検挙率 45.6% で、一昨年より認知件数は減り、検挙率も向上していますが、約半分は検挙されておらず、治安に不安を感じている県民もいると思います。県警では警察活動の強化のほか、メールマガジンや減らそう犯罪通信などによる情報発信を行い、安全安心の向上に努めておられますが、もっとスマートフォンの活用を検討してはどうでしょうか。そこで提案です。警視庁をはじめいくつかの県警では、住んでいる地域やよく行く場所の犯罪発生状況を地図で確認できたり、近くの警察署や交番の案内、防犯ブザー機能、特殊詐欺の学習コンテンツなどの内容を持つ防犯アプリを開発し、無料で提供しています。広島県でも導入を検討してはどうでしょうか。高齢者や子どもも使いやすいアプリができれば、県民の安全安心の向上につながると思います。一方でスマートフォンが普及して、いつでも手軽にインターネットや SNS などを利用できるようになり、子どもが加害者や被害者になる可能性も増えています。それを防ぐためには情報モラルが重要です。学習指導要領では、情報モラルは学習の基盤となる情報活用能力であり、教科横断的に取り組むとされていますが、情報モラルの授業が年に1、2回では回数が少なく、印象に残りにくいと感じています。そこで提案です。道徳の時間に情報モラルを教える機会を増やしたり、朝の学級活動の際など短い時間でも効果的に学習できる教材を利用することにより、実施回数を増やしてはどうでしょうか。教育機会を増やして情報モラルの意識を高めることで、子どもが加害者や被害者にならず、情報社会における犯罪の減少につながると思います。2つ目の質問は、子どもへの虐待についてです。全国の児童相談所における児童虐待の相談対応件数は、平成20年度の 42,664 件から、平成30年度には約 3.7 倍の 159,850 件となり、
大きく増加して過去最多となっています。しかし多くの相談があるにもかかわらず、虐待を受けた本人による相談の件数は15万9850件中わずか1414件で、全体の 1% もなく、子どもが自ら助けを求めることができていません。虐待を受けた子どもにとっては保護者にも先生にも相談しにくいデリケートな問題です。そこで電話相談の窓口が書かれたカードの学校での配布や SNS での相談窓口の設置により、保護者や先生以外にも相談ができるようにされていますけれども、なかなか相談できていません。それは相談先の相手がどんな人なのかわからないため、相談しないのではないかと思います。そこで提案です。相談員の方に学校を訪れてもらって、全校生徒に対していじめや虐待の話をしてもらってはどうでしょうか。電話や SNS の相談について呼びかけをしてもらってはどうでしょうか。誰が話を聞いてくれるのかが分かれば安心して相談ができるのではないでしょうか。また新型コロナウイルスの流行で人との接触が難しくなっていますので、インターネットのオンラインミーティング機能を活用して相談できる窓口を設置してみてはどうでしょうか。相談する側も相談される側も相手の顔が見えることで、相手の状況を確認しながら話をすることができます。相談方法を工夫して悩みを抱え込まず早期に相談してもらうことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。3つ目の質問は、施設に入所している高齢者への対応についてです。高齢者が施設に入所すると、日々の生活に生きがいを感じることができにくくなってしまうと思います。東京都江戸川区には、高齢者施設と保育施設が併設されている高等園という施設があります。高等園では、高齢者と子どもたちとの交流が日常的に行われています。交流の中で高齢者は園児が昼寝をするときの着替えや寝かしつけ、起床してからの着替えやあやし、親が迎えに来るまでの間の遊び相手など高齢者自身ができることで役割を持つことにより生きがいを感じているようです。また子どもたちは高齢者と接することで他人を思いやる気持ちが成長するなど、お互いに良い影響を与えているようです。広島においてもこのような施設が設置されるように働きかけをしてみてはどうでしょうか。高齢者が施設に入所してもより生きがいを感じられるようになると思いますが、いかがでしょうか。以上で福祉防犯グループの質問を終わります。礼。当局の答弁を求めます。警察本部長、鈴木信弘君。防犯アプリの開発に関するご提案についてお答えいたします。まず、県内の犯罪情勢についてですが、皆さんが生まれる前の平成13年には刑法犯認知件数が6万件に迫るなど、県民の誰もが犯罪の被害者になる可能性が高い状況が広がりつつありました。そのような危機的な状況を受け、平成15年から
県民の皆様をはじめ、コンビニエンスストアなどの事業者、見守り活動をしていただいているボランティアの皆様、県や市などの行政機関など、いろいろな人たちと協力し合って、犯罪の起こらないまちづくりを目指す取り組みとして、減らそう犯罪広島県民総ぐるみ運動を開始したのです。この運動によるいろいろな取り組みの結果、県内の刑法犯認知件数は着実に減少を続け、議員お調べのとおり、昨年は14,160件と、平成13年と比べて約4分の1に減少したほか、9年連続で戦後最小値を更新するなど、治安情勢は年々改善されている状況にあります。一方で、平成29年度に行われた県政世論調査という県民の皆様にアンケートをした結果では、お住まいの地域が治安がよく、安全で安心して暮らせる地域だと思いますかという安心感に関する質問に対して、そう思う、どちらかといえばそう思うと答えた方が 85.3% と、平成26年度に行われた調査から若干低下しており、90% 以上を目指す県警察といたしましては、より一層努力していかなければならないと考えております。そうした中、県警察では、犯罪に対する徹底した取り締まり活動やパトロール活動のほか、県民の皆様に安全安心をもたらす警察の活動として、県警メールマガジンやテレビ、SNS など、いろいろな広報の手段を使って、タイミングの良い情報発信活動を行っています。さらに近年、急速に普及が進んでいるスマートフォンは、今や県民の皆様の生活に欠かせないものとなっており、議員ご提案の防犯アプリの導入は、県民の皆様の安心感向上に非常に効果的であると考えています。全国的にも警視庁や福岡県警察など、東京都ほか4県の警察において、防犯アプリを開発し、無料で提供しており、県警察においても現在、防犯ブザー機能や痴漢対策機能などを持たせた防犯アプリの導入を検討しているところでございます。県警察といたしましては、子どもから高齢者までの幅広い世代の方が使いやすい防犯アプリを目指して、引き続き導入の検討を進めてまいります。教育長、平川理恵君。情報モラル教育についてお答えいたします。デジタル社会の実現に向けた取り組みが加速する中、児童・生徒の皆さんが、自ら情報モラルの重要性をしっかり認識し、意識を向上させようと考えることは非常に大切なことだと思います。学校においては、道徳科の授業のほか、中学校の技術家庭科の技術分野でも、ネット依存等の問題やコンピューターウイルスやハッキング等について学ぶ機会があります。情報モラル教育の実施回数を増やしてはどうかというご提案をいただいたところでですが、年間の授業時数、時間数には限りがあります。県教育委員会としては、教科等の学習をもとに、日頃から身近なニュースを取り上げて、友達同士や家族で話し合うなど、児童・生徒の皆さんが自分ごととして情報モラルについて考えることや、児童会、生徒会等を中心に、インターネット利用の際のルールを作ることも有効だと考えますので、ぜひ取り組んでみてください。今後、1人1台端末や高速通信環境が実現することも踏まえ、情報モラルを含めた情報教育に全力で取り組んでいきたいと思います。健康福祉局長、岸田栄作君。
2点の質問にお答えいたします。まず児童虐待の取り組みについてお答えいたします。本県の児童相談所における児童虐待相談対応件数は年々増加しており、昨年度は4518件で過去最多となりましたが、子ども本人からの相談は36件と、本県においても全体の 1% にも満たない状況です。現在、相談体制としましては、24時間子ども SOS ダイヤルや、児童相談所虐待対応ダイヤル189、いち早くがあります。また、子どもや家庭に関するさまざまな相談ができる機関として、児童家庭支援センターが県内3か所に設置されており、今年9月から順次、すべてのセンターにおいて、オンラインで相手の顔を見ながら相談できる取り組みを始めたところです。しかしながら、きちんと話を聞いてもらえるんだろうか、相談した後どうなるんだろうかといった心配や不安があるかと思います。県では教育委員会等と連携し、児童相談所の職員が学校の先生に対し、虐待の際に気づくための研修を行っているほか、学校等に出向いて、直接子どもに話をする体制も確保しています。また、福祉と学校をつなぐために、スクールソーシャルワーカーが子どもたちに語りかける機会を設けています。児童虐待の対応につきましては、児童相談所のほか、皆さんが住んでいる市役所や町役場、警察、民間の相談機関など、さまざまな機関がしっかり協力して、皆様のことを最後まで守り通していきますので、安心して相談してください。次に、高齢者と子どもたちとの交流が日常的に行われている施設の設置についてお答えします。高齢者と子どもたちの交流が日常的に行われることで、施設内の雰囲気が和らぐこと、利用者が居場所や役割を見出して自立につながること、将来を担う子どもたちへの触れ合いの機会の創出につながることなどにおきまして、効果があるものと考えております。本県では府中町において、高齢者施設と保育園を併設し、高齢者と園児が誕生日会などの交流会を行っている事例や、東広島市において、高齢者と障害者を介護する施設で保育サービスを行い、高齢者と子どもが陶芸やお菓子作りなどを一緒に楽しむ活動をしている事例がございます。一方で、高齢者と子どもが一緒に活動することにより、お互いに感染症をうつしてしまったり、高齢者の薬を子どもが間違って飲んでしまうリスクや、介護と保育の両方の分野の専門知識が必要となり、職員の負担が増えるなどの課題もあります。今後はこうした課題を踏まえつつ、市長や事業者に対し、先進事例を情報提供しながら、県民誰もが住み慣れた地域で、つながり、助け合いながら、生き生きと暮らしていくことのできる社会づくりに取り組んでまいります。引き続いて質問を行います。観光グループの子ども議員は登壇してください。観光グループの子ども議員を紹介いたします。観光グループの岡崎議員、はい、村上議員、はい、中田議員、はい、小川議員、はい、新田光議員、大坪議員、以上6名の皆さんです。それでは順次発言を許します。
観光グループの質問を始めます。私たちのグループは広島県全体の PR や観光による地域の振興について話し合いました。このことについて3つの質問をしたいと思います。1つ目の質問は広島のみんなを元気にする曲の制作についてです。沖縄にはダイナミック琉球という曲があります。この曲は平成20年に制作され、沖縄の伝統芸能のエイサーや運動会で使われるようになりました。また沖縄の ビール会社の CM 曲に採用されるなど、沖縄では馴染みの曲となっています。この曲は夏の高校野球の応援に使われたことがきっかけとなり、沖縄の曲として全国に広まり、沖縄を PR しています。また消失した首里城の復興に向けた応援歌にもなり、沖縄に元気を与えています。コロナ禍の今、感染拡大防止のため自由に移動することが難しい状況にあり、県外にいる広島県出身者が広島に戻ってくることもままなりません。そこで広島ならではのこの曲を広島弁で作り、広島出身のアーティストに歌ってもらい、この曲で広島県を PR する動画を作成し、県外へ発信してはと考えますが、いかがでしょうか。そうすることで広島へ戻ってこられない人にふるさとを感じてもらい、広島に関係がある人にある人すべてに元気を与えることができるようになるだけではなく、広島全体のイメージアップにつながるのではないでしょうか。2つ目の質問は備後地区の観光資源の活用についてです。令和元年に県外から広島県を訪れた観光客は3316万人で、平成20年の2331万人から約1000万人増えて過去最高となりました。ところが西部地区には2110万人も訪れているのに、東部地区と北部地区を合わせても1206万人しか訪れていません。西部以外の地域にももっとたくさんの人に訪れてもらいたいと思います。私たちが住んでいる備後地区には尾道や玉の浦という観光名所の他にも、江戸時代の参勤交代で大名の宿泊施設となった神鍋本陣や寛茶山が開いた蓮塾が当時の姿のまま現存しています。もちろん公開されていて誰でも見ることができます。例えば定番の観光地では物足りなくなった人をターゲットに、神鍋本陣や蓮塾殿の観光資源と他の名所と組み合わせて、季節やイベントに合わせて穴場スポットを効率よく訪れるドライブコースを設定し、リピーターとなってもらえるよう働きかけてはどうでしょうか。また福山市の深津学区には江戸時代から伝わる福山藩初代藩主の水野勝成公の大名行列が伝統文化として継承されており、昭和40年代に一旦中断されましたが、平成20年代に入り復活し、毎年秋祭りで13町内会14キロメートルを練り歩いています。この大名行列を観光名所である友の浦福山城などで実演し、
観光客が体験できるようにすれば新たな観光資源となるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。3つ目の質問です。旅行に行くときはインターネットや観光ガイドなどで事前に観光地を調べると思います。これらには観光名所の紹介はありますが、地元の人しか知らないような穴場を知ることはできません。そこで広島県を訪れる人のために観光案内カフェを作り、穴場のおすすめスポットを地元の人が紹介するとともに、カフェで広島産品を使用した広島ならではの料理を提供すれば、広島の食を知ってもらうこともできるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。以上で観光グループの質問を終わります。で、当局の答弁を求めます。知事湯崎英彦君。観光グループからの提案である広島のみんなを元気にする曲の作成に制作についてお答えします。まずはこのご提案を聞いて、議員の皆様が広島のことが大好きで、もっと広島を良くしたいという気持ちや、大好きな広島のことを多くの人に知ってもらいたいという思いがすごく伝わってきて、広島のことを考えてくださっていることを大変嬉しく、また心強く思います。現在、新型コロナウイルスに対する不安から、これまで当たり前だった日常が遅れない中で、県民の皆様のみならず、他地域に住みながら、ふるさと広島や、広島で暮らす家族や友人に思いを馳せる人なども含め、広島にゆかりのあるすべての人々に元気を届けようとする思いは、とても素晴らしいと思います。先ほど議員からご紹介いただきました、ダイナミック琉球という沖縄を代表する歌が、元気を与えているというお話がありましたが、この曲は単にメロディーが良いというだけではなく、沖縄県民やふるさとに寄り添う人々の思い、歌詞の中に登場する沖縄の景色や文化といったものが、沖縄に関係する多くの人々の共感を呼び、元気につながっているものと思います。私自身も曲は時に人を励まし、元気をくれるものと思っており、広島において言えば、例えば、それゆけカープのように、1975年の誕生から45年にわたって歌い継がれ、県民の皆様をはじめ、多くの人々に親しまれている曲があります。この曲はご存知の通り、真っ赤に染まるマツダスタジアムで、カープの勝利を願いながら、ファンが誇りと愛着を持って歌う曲であり、選手に勇気を与えるのみならず、私たち自身も元気になれる曲として歌われ、近年では広島ゆかりの著名人が歌ったリレー動画が広島の PR にもつながっています。この曲からも感じることですが、広島を元気にする上で大切なことは、私たち自身が広島の価値や魅力をよく知り、愛着と誇りを高めていくことであり、広島の平和を願う思いや、スポーツを愛し応援する情熱、笑顔になれるおいしい食など、こうした元気のもとをみんなで共有した上で、国内外の人々に知ってもらう取り組みを進め、広島全体のイメージアップにもつなげてまいりたいと考えています。広島のみんなを元気にする曲の制作の提案につきましては、大変貴重なアイデアとして受け止めておりますが、多くの人に曲が愛されるためには、
県主導で曲を制作するのでなく、広島にゆかりのある方々の発意により広島愛が曲という形になって表現されることが一番良いのではないかと思います。まずはそうした広島愛を抱いていただけるよう、県民の皆様と広島の価値を共有することから始めてまいりますので、議員の皆様におかれましてもお力をお貸しいただきたいと思います。商工労働局長、佐伯康君。私からは2点についてお答えいたします。まず、備後地区の観光資源の活用についてお答えいたします。本県には、厳島神社と原爆ドームの2つの世界遺産をはじめとした魅力ある観光資源が数多くあり、こうした情報を多くの人々に届けて知っていただくことが重要であると考えております。備後地区には、世界で最も素晴らしいサイクリングコースの1つに選ばれた、しまなみ海道のある尾道や、アニメ映画のモデルになった鞆の浦のほか、神鍋本陣や連塾といった史跡、ビンゴガスリ、郷土料理の渦見、自然豊かな山の郷などの数多くの観光資源があります。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、少人数や近い場所での旅行が求められていることから、県ではこれまで知られてない魅力を発掘し、県内外の観光客の皆さんに喜んでいただけるような歴史や伝統文化、食、自然などのテーマを持った観光メニューの開発に取り組んでいます。例えば、ご提案いただいた大名行列をはじめとする地域の伝統的な文化、行事を観光客の皆さんに気軽に体験してもらうことは、地域に根付いた歴史などの魅力を深く知っていただくだけではなく、人と人との交流にもつながります。さらに、こうした体験は、訪れた観光客の皆さんの満足度も非常に高くなり、リピーターにもつながることから、皆さんがお住まいの地域の魅力をどんどん発見していただき、そうした情報を県にお寄せいただきたいと思います。県といたしましては、いただいた情報も参考にしながら、県内の魅力をつなぐドライブコースなどを設定し、そうした情報を広島県観光公式サイト、広島観光ナビなどを通じて発信することで、何度も訪れて楽しんでいただけるような観光地づくりに取り組んでまいります。次に、観光案内カフェによる地元のおすすめスポットの紹介についてお答えします。広島を訪れた観光客の皆さんが、現地のさまざまな観光情報を知るために利用される観光案内所は、地域の食や魅力を地元の人が対面して直接伝えられる場として、重要な施設であると考えております。県内には、東広島市の西条酒蔵通りにある観光案内所のように、カフェが併設された観光案内所や、神石高原町にある三和182ステーションなどの道の駅では、観光案内所に加え、地元食材を利用した食事の提供や、地元産品の販売を行っている施設もあります。また、県では、広島県公式観光サイト、広島観光ナビなどを通じて、多くの人に本県の魅力を発信しているほか、東京の銀座にある広島ブランドショップタウで、広島産品の販売や、お好み焼きなどの食事の提供、観光案内を行っています。また、情報発信のほかにも、観光資源の発掘や開発にも取り組んでおり、地元の穴場スポットなどの素材を観光客に楽しんでいただけるメニューとして磨き上げていくこととしています。こうした磨き上げた観光メニューを地元のガイドが案内したり、地域の食や物産品等を
観光案内所などで提供することで、地域の魅力の数多く体験してもらえると考えております。こうした取り組みを進めていくためには、地元の方々の積極的な関わりが必要であると考えており、とりわけ未来を担う若い世代の皆さんが、地域の魅力を自らが紹介していただくことも、観光客の皆様がまた来たい、来てよかったと感じる観光地の実現につながっていくものと考えております。引き続き観光客の皆様に本県の観光を楽しんでいただくため、地域の食も含めた地元ならではの情報の発信に積極的に取り組んでまいります。これをもって質問を終結いたします。この場合、湯崎知事から公表をいただきます。湯崎知事。子ども議員の皆さん、大変お疲れ様でした。初めての経験で、みんな緊張したんではないかと思います。皆さんが広島県のために一生懸命考えて、しっかりとこの議場で発言をしていただいたことを、その姿を見て、とても楽しく、とても頼もしく感じたところです。今日のために勉強も重ねてくれまして、本物の議場に入って、そしてこの登壇をして発表するということは、とても貴重な経験だったのではないかというふうに思います。私たちも皆さんの意見やこの提案をしっかりと受け止めて、大いに参考にさせていただきたいと思います。今、皆さんもご存知の通り、日本でも世界でも、そしてもちろん広島でも、新型コロナウイルスの感染症、大変苦しんでいます。そして日本では人口の減少、非常にこれも大きな課題になっています。またデジタル技術が急速に進展をしたり、大規模な災害が発生するなど、先行きがとても見えにくい、不透明な変化の激しい時代の中にいるというところだと思います。こうした中にあっては、一人一人が主体的にというのはですね、自分のこととして、人から押し付けられるんではなくて、自分のこととして、生涯にわたって学び続けるということが必要だと思います。そして、世の中にはたくさんの、いろんな人がいますので、そういったいろんな人と共同して、一緒に働いて、新しい価値を作っていく、そういうことがこれからますます求められていくと思います。皆さんにはこの子ども議会の体験だけではなくて、これからも社会に対して関心を自分のこととして持ち続けていただきたいというふうに思います。そしてできれば今日体験したことを多くの友達に伝えてもらって、将来の広島県について一緒に学んで考えていっていただければと思います。皆さんがそれぞれの学校や地域で一生懸命いろんなことに取り組んで、将来広島県の発展を引っ張っていく、リードしていく、そういう人材になることを心から願っています。これからも頑張っていただければと思います。また、本日、傍聴いただきました保護者の皆様方、改めて厚く御礼を申し上げます。
子どもたち の素晴らしい質問や提案に今大変頼もしく思われたのではないかというふうに思います。今後とも子どもたちの心豊かで、そしてたくましい成長に向けてどうかご協力をお願い申し上げたいと思います。本日は誠にありがとうございました。子ども議員の皆さん、今日は午前中から長時間熱心に取り組んでいただきました。議場での立ち振る舞いも立派で、またさまざまな分野の質問や意見はどれも素晴らしい内容でありました。例えば学校生活、まちづくり、防犯や観光など日頃から感じている課題に対してはいずれも現状をしっかりと分析した上で柔軟な発想による実践的な提案がなされており、とても感心いたしました。また、子どもの虐待や高齢者の生きがいに関する意見については、まさに子ども議員としての視点を生かした新たな提案になっていたと思います。さらに、新型コロナに関する提案もいくつかあり、特にテレワークの推進や避難所の改善の具体的な方策に加え、広島のみんなを元気にする PR 局の制作など、この厳しい中にあっても、前向きに社会を良くしていこうとする皆さんの気持ちがしっかりと伝わってきました。そして、広島ならではの平和に関する取り組みや、エネルギー問題に関するものなどもあり、皆さんから未来志向の提案がなされたことは、私たちを心強くさせてくれました。今日は皆さんの立派な姿を見て、県議会議員として皆さんに負けないよう、そして県民の皆様のために全力で頑張っていこうと改めて思いました。今日出席した県議会議員全員が同じように感じていることと思います。本当にありがとうございました。また湯崎知事をはじめ執行部の皆様方には、子ども議員の質問に対して真摯にご答弁をいただきありがとうございました。今日の議場でのやり取りが新たな政策につながっていくことを期待しております。今回参加された皆さんは、この子ども議会という機会を通じて違う地域の学校や違う学年の人と意見交換をしたり、県議会議員から話を聞いたり、実際に議場で発言するなど、本当に貴重な経験をされました。この経験を生かして、今後もさまざまなことに興味を持ち、そしてチャレンジしていただきたいと思います。最後になりましたが、本日の子ども議会への参加にご協力いただきました保護者関係者の皆様方に改めて御礼を申し上げます。どうか活躍したお子様たちをしっかりとねぎらってあげてください。私たち広島県議会は引き続き県民の皆様に開かれた身近な県議会の実現に向けて取り組みを進めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。これをもちまして、子ども議会を閉会いたします。